どうも皆さん、チャオ、ムカです。ということで今回は呪術改正の最新話ですね、第125話をね、簡単に見ていきたいなと思うわけなんですけど、まあ、先週からね、ちょっとずつ新しく出してきてるこの呪術改正の考察動画になるわけなんですけど、まあ、今週もね、ちょっとどんどん出していこうというところで、今週1本目の動画というところで最新話をね、ちょっと簡単にまとめていきたいなと思うわけなんですが、先週この釘崎っていうのが顔をね、まあ、人に触れたということで、そこからね、回想シーンが始まっていってるわけなんですけど、なんかランドセルがね、描かれてるわけですよ。6年生まで使う本当にいいの?っていう風にお母さんには言われたけど、私は水色のランドセルを選んだ、パステルカラーの。小学校に上がると同時にこの村に引っ越してきた。両親は田舎の不便を心配していたが、私は友達と離れ離れになるのが嫌だった。全校生徒19人、一クラスじゃないよ。みんな赤か黒のランドセル、私は赤も黒も好きだったけど、みんなは水色が嫌いだったみたい。でも野原ちゃんは私のランドセルを欲しがった。っていうところでね、この6歳の頃の釘崎ですよね、交換しようっていうのにね、自分のランドセル持ちながら来るわけなんですね。で、ここらね、まあ、今回のタイトルが当てるわけなんですけど、第125話、あの子の話ってこれでね、釘崎が縄跳びを握りしめながら男2人を踏みつぶしてるわけですよ。ガを通す、それがノバっていう風に書かれてるわけなんですが、その日の放課後にランドセルは帰ってきたっていう風にちょっと言ってるわけなんですけど、そもそもランドセル嫌いって言いながらね、ランドセル蹴飛ばしてるわけですよ。その日からノバラちゃんはうちに入り浸ってよくお父さんとスマブラをしていたってところで、これ選手に描かれてたシーンでもあるわけなんですけど、ノバラちゃんは村の人たちが嫌いだったっていうところでね、だから出てきたっていうところでもあるわけなんですけど、狭い村だからさ、友達になるより担任になる方が難しいんだよっていう風にポッキーがなんかポリポリ食いながら言ってるわけなんですけど、いいことじゃないかと私は思った。数年経って近所のおばあちゃんたちが赤飯を炊いて持ってきた時、野原ちゃんの言っていたこと、その気色悪さを理解できた気がするっていう風に言ってるわけですね。で、秘密基地を見つけたのっていう風に釘崎が嬉しそうに言ってるわけなんですが、今日からそこに住むんだっていう風に言いながら走っていってるわけなんですよね。で、ここっていう風に言いながらもうめちゃくちゃ大豪邸なんですよ。大豪邸が目の前にあるわけなんですが、野原ちゃんの言う、野原ちゃんの秘密基地は人ん家だったってね、とかね、人ん家を秘密基地にしてるということでね、ヒャッホーっていうふうに言ってるわけなんですけど、あ、本当に来てくれたっていうふうに言ってるわけですね。で、この子っていうのは、沙織ちゃんっていうことでね、釘崎がね、過去に言っていたあの女の子ですよ。で、いらっしゃい、寒かったでしょうっていうふうにお出迎えしてくれてるわけなんですけど、私より後にこの村に越してきたその子は沙織ちゃんといって、いつも突然訪ねてくる私たちを嫌な顔一つせず迎え入れてくれた。そうだ、沙織ちゃんいつも家にいたなっていうふうに言ってるわけなんですね。で、沙織ちゃんに会って野原ちゃんは変わったっていう風に言ってるわけです。口調も弱くなって、なんというか品のようなものが身についていったんだと思う。同じよそ者だけど、私と沙織ちゃんは何もかも違いすぎた。それから少しして沙織ちゃんの家の様子がおかしくなった。ゴミとか落書きとか、明らかに人為的に積まれた雪とか、立派なお家が不気味に見えるくらいっていう風に言われてるわけですよ。これが釘崎の言っていたいじめですよね。もういじめの範疇超えてんじゃねえのって感じもしますけど、それからさらに少し経って沙織ちゃんが引っ越した。野原ちゃんと2人で見送ったけど、その時誰が何て言ったとか、どんな天気だったかとか思い出すことができない。でもとにかく野原ちゃんが顔をべちゃべちゃにして泣いていたってところでね、大泣きしてるね釘崎が描かれるわけなんですけど、この子も泣くんだと、その衝撃で他のことが頭に入ってこなかったんだと思うっていう風に言ってるわけですね。で、まあ今年の6月にね、呪術高専に、ね、来たっていうところで、じゃあ二度とここには戻ってこねえから、ふみ、あんたもそのうちこの村出なさいよっていう風に言いながら電車にね乗るとするわけなんですよ。では、うんっていう風に言ってるわけなんですけど、私の時は泣かないんだなんて最低なセリフがよぎったせいで何も言えなくなってしまった。あれから私たちは沙織ちゃんの話をしていないっていう風に言ってるわけです。まあ考えてるわけなんですけど、ふみ、次会う時は3人でっていう風にもう涙をこらえながらね、釘崎が言ってるわけですよ。で、このふみっていう子も涙をねこぼしながら、うんっていう風に言っているわけなんですけど、ここでね場面が変わるわけなんですけど、この話に出てきた沙織っていうね人の元に場面が移るわけですよ。沙織ちょっと休んだらっていう風に、これは上司なんかな、上司に言われてるわけなんですけど、ダメですよ、校了日今日っていうかもう昨日ですよっていう風に返してるわけですね。なんか編集者かなんかで働いてるのかなって感じはしますけど、朝までは今日よっていう風に言われてるわけですが、何言ってんだかって言いながらね、こう肩をポキポキ鳴らしてるわけですよ。で、渋谷やばいよ、テロかなっていう話をしてるわけなんですけど、先輩って結構頑張
ボありましたっけっていうね、ちょっと謎の話が急に始まるわけなんですけど、中2の時ど田舎に引っ越したんですよって言いながら、このね釘崎たちと出会った時の話をしているわけなんですけど、そこで2人の女の子、7個下か、特に野原ちゃんって子がすごい懐いてくれて、私一人っ子だからもう野原ちゃんが可愛くって可愛くって慕ってほしくて無理にお姉さんぶって紅茶なんて出しちゃったりして、小一相手にですよっていう風に言いながら過去をね思い出してるわけなんですよ。で、母可愛いじゃんって感じで先輩に、ね、言われてるわけなんですけど、連絡先は交換しなかったんです。徐々に疎遠になるのが怖くって、村を離れる時ワンワン泣かれたな、でも今の普通の私見たらがっかりするだろうなっていう風にも言ってるわけなんですね。で、元気かな野原ちゃん、今どこで何してるんだろうっていう風に言った後に、ここにね釘先の元に場面が戻ってくるわけですよ。で、相変わらず左の目をねこうやって押さえてるわけなんですが、こっからどうなっていくのかってところで、あの村の連中は全員頭がおかしい、そんなことはない、でもおかしい奴の声は大きくて自分以外の全てに思えて土足で他人の人生を踏みにじるもんなんだっていう風に考えてるわけですよ。で、ここでね目の前には伏黒、虎杖、五条で2年生の3人が並んでいて、っていうわけでもなかったなっていう風に考えてるわけなんですね。他人の人生を踏みにじるっていうもんでもなかったなっていう風に言ってるわけなんですけど、ここにねふみっていう子も前に出てくるわけですよ。で、なんか泣きそうな顔してるわけなんですが、ごめんねふみ、約束守れなくてっていう風にボソッと言うわけですよ。ここでね駅に戻ってくるわけなんですけど、虎杖みんなに伝えて悪くなかったっていう風に言うわけですよ。で、この時の顔のこっち側がぐちゃってなってるんですね。で、その瞬間にこうぐしゃって感じで左側のここがえぐれてね、もうメンターも飛び出してるわけなんですけど、虎杖の真ん前で釘先がねこうやられてしまうということでね、これは死ぬんかな、どうなんでしょうね。ここだけこうぐしゃってなったっていうので、まあもちろんねかなり致命傷ではあるのでね、どうなんかなって感じもしますけど、ほんまに死んでしまったのかっていうのでちょっと気になりますけど、生きた時間に後悔はないっていう風に書かれてるわけですね。でも虎杖もね目見開いてね、これは虎杖暴走になるんじゃないのって感じもしますけど、で暴走してこのままこう真人とねぶつかっていくのかなって感じもしますが、その辺がねどうなっていくのかというところで、まあ、ちょっとね気になってくるところではありますよね。今回第125話はねこんな感じで終わっていくわけなんですけど、まあ、先週出したねこの記念すべき第1回の、まあ、呪術廻戦の考察動画ですよ。それがね、まあ、見事に外れてきたということですね。まあいきなりちょっと幸先悪いなって感じはしますけど、まあ、呪術廻戦に関してもねちょっとずつ動画出していこうかなと思うので、よかったらね他の動画もチェックしていただければなと思います。ぜひね皆さんの気づいたところありましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。Choose my